絡みに、ロック絡みに、よし、抱え上げた、もう一気に前進、左右。グラジエーター020 in 大阪を開催いたします。今回で15戦目ですね。相手の5倍ぐらいのキャリアだったんで、まあ、ちょっと負けられないなっていう、まあ、体力があるっていうのと韓国人特有の勢いがある感じですかね。それがちょっと怖さがあるなと思ったんで、それをまあしのげれば勝てるだろうと。はい、先生の話を聞いた。あ、ここ腰から左を差して押し込んでいくのがジョン・ホチョルです。まあ、本当はもっと打撃で行ってもいいかなと思ったんですけど、組んだ時に勝てるなと思ったんで、それで切り替えてやりましたね。体勢低くしてきます。このタックル、両足抱え上げた。さあ、ここは肩のあたり下から捉えていく。ネルソンとですね、マクロードガード、あんまり対応できてないです。ああ、そうですか。ます、ね、ああ、はい、もう腕も伸びている。顔面も真っ赤、左手はもうタップ寸前に見えます。どうですか、これ背中は。腕を狙います。はい、タップです。ああ、今ギブアップ、これでタップアウトです。勝ったのは大場慎之介。まあ、新生グラジエーターになってなんかより力入れて、もうすごいこれから大きくしていく感じの団体なんだなと。次もうちょっと強い相手とやらせてもらえばなと思ってます。はい、ほんま？オニオモルだった。おっしゃー、おめでとうございます。抱きつかれへん、汗だっちゃ。おめでとうございます。ありがとうございます。オニオモルだった。最高。いや、マジで危なかったです、ほんまに。2回ダウン取られたんですけど、危ないね、マジで。まあ、あそこ取られて KO 勝ちがやっぱそこまでやっぱりあったんで。これ立ち関節技があったり投げが許されていますけれども、その2つはない。ワンツーでシューバー、さらに詰めていった。これがダウンとなっています。パンチ伸びますね。そうです。ほんまなんか何で殴られたのかわからなかったですもん。ワンゴアなんていっぱいいました、相手。圧力が強いですね。まあ、一気に前進、左右。これガードの上からコース右のストレート。まだ2分以上あります。ちょっともうきついんじゃないかなっていう状態ですね。まあ、シューバーの方は逆に早く戦わせろという野生の力発揮するかのようなモーション。左見せる、右のストレート、射程圏内に捉えたままです。ケージに沿って動くようなリク、リク選手はクリンチしてもいいと思いますね。組み止められるのか。右ハイから右ストレート、さらにストレート、左崩れた、そこをパンチ、鶴瓶打ち、打ち合いに。一塁の望みはあるのか。リク、まだ1分半あります。あ、今組んでくる。これもスルリと抜けました。効いてますね。そうですね。あっという間に暴風の中心へと誘うかのようにイゴール・シューバー膝返してきた。
リクどうだ、ややリカバリーしたんでしょうか。いやー厳しい、どうなりますね。やっぱ前の試合とかも見返してて結構降ってくるんで、そんなこうテクニシャンなタイプじゃないのは分かってたんで、まあ、そこはしっかりブロックして返して、もう1ラウンド2ラウンド捨てて3ラウンドで勝負かける予定だったんで。でもこのルールでは認められていません。キックは右ハイで、そしてワンツーワンツーを返しウーバー、さらにさらにパンチで、これはダウンを奪い返しましたリク。いや逆転に向けてののろし、だいぶ力がスタミナがないですね、はい、シウーバー、はい、そうですね。あ目もうつろう、残り50秒ボディーだー、右ストレート溝落ちを捉えました。このラウンド2度目のダウンを奪ったのはリク。どうだ、カウントは終わりだ、これで KO 大逆転勝利リク。いやこれは場内も燃え上がっています。やっぱまずはベルト欲しいですね。まあ、一つはそこがまずは目標なんで、呼んでいただいたらまんまん倒していくんでよろしくお願いします。10万円のボーナスからの発表です。宮城選手、皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。今回は久しぶりで1年以上グラジエーター空いちゃったので緊張がありました、はい、グラジエーター自体は1年4ヶ月ぶりという宮城、蹴り足捉えようとする2度目のストレートが、はい、スタンドの打撃の展開になるかなって思っていて、だけど組んだ時にいいタイミングでテイクダウンができたので、そのまま、はい、流れで抱きかかえて頼るだけになってしまう。あバックモントへ移行していきます。足は4の字フック、後方へパンチ放っていく。時間がないわ、歯を食いしばって締め上げた。この数秒にかけた宮城雄一一本勝ち。僕が戦績が振るわなくて戦う場所がなかった時に櫻井会長に拾ってもらったっていう気持ちがあって、グラジエーター僕のホームだと思ってます、はい、なのでホームに帰ってきて試合をしたっていう気持ちです、はい、フライ級でベルトを取るために一歩一歩こう進んでいきたいなっていう感じですね、はい、もう焦点がありますし、ここ展開バックを取っていこうというのが竹本です。まあ、だいぶ複雑な形に近くなっています。首入ってるんじゃないですか。リアメイキドチョークの形、これで決まった、はい、鮮やかです。竹本孝也、呼吸もほとんど乱れていません。口を真一文字に結んで、元グラジエーター MMA のバンタム級チャンピオン。武道奨励金制度の発表です。溝口選手どうぞ前。これから大きい舞台に出てもっと派手な試合して、デビュー戦ぐらいやばい試合するんで、みんな応援お願いします。本当にこうやってアッパーから右、動きはしなやか、ここは捉えて、しかしそれを返していますね。上を取る、いや付き合わないというのが溝口ですね。本当に無駄な力入ってませんね。パンチを見せて両足捉えて、ガッツがトップを取る、下からの蹴り上げ、ここが注目ですね。これそうですね、はい、ペダラーダはいやいや腕十字の体勢、溝口選手がどれだけ対応できるか、はい、蹴っていきます。潰してくるガッツ、片足左足を捉えた、これをいかに溝口が耐えるか、そして返すかということがキーポイントなんですね。あーケージ蹴ってきた、赤溝口、溝口つかさ、結果を持ちまして判定は割れました。スプリットデシジョン、2対1で勝ったのは溝口司です。そして動いた、ハイキック返しています。オリニド、オリニド、そこにパンチ、前蹴りから右、圧力が強いですね。あそうですね、あーローブローだ、ここはローブロー、タイムストップです。あわかんないな、おいタイムストップです。あー続けることはできない。勝者、アナコレ、サンサー。
はい、勝者笹国久とコールされています。ちょっと見てください。